キチャンネル。ジョン。こんにちは。さあ高校野球甲子園問題パート2。はい。はい、今日は、うん、7回制についてです。はい。はい、高校野球7回制。はい。うん、高校野球では投手の肘や肩への負担軽減や近年の深刻な酷暑対策など選手たちの健康管理が問われていると。日本高野連は当初の球数制限や延長回から走者を置いた状態で始めるタイブレーク制を導入するなど対策を進めてきた、従来の9回から7回に試合を短縮することで熱中症対策や投手の故障防止にもつながると期待されていると、うん、っていうね。だから7回制を導入していこうと、うん、今日本の高校野球は大きな転換点、岐路に立っていると考えている、何かを決めるミーティングでメリットやデメリットを整理して理事会に報告したいと思うと、うんね。でアメリカや韓国など諸外国では高校年代や2020年から U18 ワールドカップでも導入されていると。社会人野球でも試合時間の短縮を目的に23年から一部大会は導入されてますっていう。ほー、7回制、はい、どうですか野球ファン的に。私は高校野球が、まあ、今甲子園とか大会が7回になっていくってことですよね、うんうん。私は結構寂しいかな、それは、うん、なんか野球ってやっぱり9回あってね、野球、うん、野球は9回2アウトからとか、うんうん、やっぱり9回っていうイメージがあるの で、うん、でそれに伴うそのプランニングとかもあるじゃないですか、うん、なんかそれがなくなってくと、うん、まあ、なファンとしてはすごい寂しいなっていう思いですよね、うん、あと なんだろう、なんか選手の使い方とか判断基準も変わってくるんですかね。出場機会が減る選手とかも出られなくなる選手とかもいるのかな。そうだね。じゃあまあ、うん、7回制になったことのメリットとしては、うん、試合時間が短くなる、はい、でまあこの熱中症対策にはなるでしょう。そうですね、試合がだいぶ早くなりますよね、うん、うん、以上、はい、終わりです。それだけ、はい、でも多分そのために7回制にしようっていう議論なんですよね。だもうあの俺の根本的な考えね、はい、変えんでいいね、何もはい、もうそんな、うん、俺も一番今世の中の俺が一番問題だと思ってることがある、はい、あのこの甲子園の問題、うん、テレビ、はい、新聞とか、うん、まあそのいろんな雑誌とかまでは俺は分からないけども、はい、ネット系も含めた俺が見える範囲ね、うん、あの見逃してる可能性もあるから、はい、でも大半のその意見を出す人、野球経験者以外やろ。野球解説者で言ってる人聞いたことある？この甲子園の問題テレビとかで、積極的に発言してる人。私もそう。甲子園なんて使わなくても京セラでいいやろとか、はい、日本に住んでない可能性あるんだけど、はい、札幌ドームでやれっていう人いんねん北海道札幌甲子園行くの、はい、お前金死ぬぞかかりすぎてみんな北海道に、うん、しかも、うん、ただでさえインバウンドで泊まるとこないのに、はい、行くの、もう死ぬぞ、逆に、はい、逆違う方がもう金欠やと、はい、真剣に言ってるの、うん、逆やと。 もはやでも甲子園っていう大会じゃないですよね、うん、だからもうただの、はい、多分試合短縮と熱中症予防だけやね、うん、あの肩肘とか言うやん、はい、あの7回になった方がピッチャー1人しか投げへんで、うん、はい、まあそうですね、うん、で1週間500球だったっけのなんか制限、はい、まあ、これはあの義務なんだよね。義務っていうか命令じゃないんだよね、努力義務。投げたらダメなのかな。200以内って決まってます。あ、決まってんの、はい、でも1週間500球以内やろ、はい、投げへんで、7回だったら、うん、そしたらよ、もうエースだけ、はい、だ今みたいな多分ピッチャー何人も使うとか、うん、あんまないと思うね、うん、なんか出場機会減っちゃいそうな気がしますね。出場機会は絶対減る、うん、だって甲子園とかだったらまだいいけども、うん、じゃあ地方大会の、うん、やっぱり全員3年生試合出させたいよな。はい、出したいですよ、うん、ってなった時に、うん、あの1打席で交代だからね、でも勝ちたいってなったらやっぱり主力を出したいじゃないですか、ずっと。そしたらやっぱりね、うん、でももう思い出作りだから、うんうん、もうあの5回ぐらいから、うん、あの交代、はい、下手したらな回ってけえへんかと困るから、うん、だから1打席で交代して、はい、もう日韓と一緒やな、親善試合や、うん、そうですね、っていう可能性もあるね。なんかその9回って普通に3人ずつで終わったら3回で1巡じゃないですか、うんうんうん、それが綺麗に3回回ってくるっていう、なんか9回って綺麗さもやっぱあるんですよね、うん、9人でやって9回っていう、なんかそれが7回になるとなんかすっごいバランス崩れるのと、あと
なんか高校球児の実力と か, なんかその育成の衰えみたいなものもつながってこないんですかね、うん、だから俺はもう熱中症対策だけなんだったら、うん、夏の甲子園だけ7回にすればいいやんっていう。別に選抜とか秋の神宮大会とか別に9回でいいやん、はい、だって熱中症ならへんやろ、はい、だから全部する必要なくない？ないですよ。それもしそれが理由なんだったらね、はい、だから俺は熱中症対策がだって春の選抜でさ、うん、何も知らへんコメンテーターの人たちが文句言うことないや、はい、そうですね、うん、でこれもう、はい、文句言うやつは何やっても文句言うね、うん、結局、うん、多分よ、はい、7回制にしても札幌ドームでしろって言うね、はい、知らない人は、うん、絶対、はい、もう外交と一緒やね、うん、位置聞いたら、うんうん、よし俺らの意見聞いたら次も言ってやろうって、はい、もうどんどん来んね、うん、もうどっかと一緒やね、はい、だから結局、もう、はい、俺がもし高野連会長だったら、うん、帰へんで対策だけしよう、うん、考えようって言って対策だけ考えて、うん、で俺がもう日本の一番ダメなところは検証せえへんねん、うん、検証結果言わへんやん。政治とかもそうやん、うんなんかこれありますとか、はい、公約これですって言ってもその検証せえへんやん、うん、できてるかできてないか。じゃあできてないのは時間が足りなくてできてないのか、そもそもやるつもりもなかったのか、うん、もしくは不可能のことを言っちゃったのかとか、うん、検証せえへんやん、うん、メディアも含めて、はいね、だからドラフトとかもそうや、うん、検証せえへんやん。俺らだけや、うん、検証してんの。あれ間違ってたとかあってたとかさ、はい、検証してんの野球界でも俺らだけや、うん、ぶっちゃけ言いっぱなしが多いっていう、ね、全部言いっぱなしで何も検証せえへんねん。だから高校野球のやつもベンチの中とかさ、うん、何度とかもう出したったらいいねんって。あのクーラーとかガンガン、そうですね、まあ、俺らの時はよ、うん、あって扇風機ね、はい、星野さんが壊してたあベンチの、はい、あって扇風機、うん、今プロでも冷風機やん、なんかあの、はい、こんな筒みたいなやつのなんかの冷風機やん、はい、で、ね、うわーって出てね、こういうでクーラーもついててよ、うん、ベンチの中何度かとかをもっと出した方がいいよ、うん、外は何度かもしれないけどよく言うで甲子園も40度とかになってるとか言うけど、はい、ベンチ多分30度切ってるからね、うん、とか、うん、そのやった結果うまくいったのかうまくいかなかったのかとか、うん、じゃあその球数制限した結果、うん、どうなったのか、うん、ね、球数制限したことによって怪我するのは減ったのか、うん、減ってないのか、はい、むしろ増えてんのかとかね、うん、もっと検証したやつ出してほしいよな。うん、やってるかやってないかも分かんないし、そうですね、だからもう俺は何も変えなくていいはいね、はい、でそういうのをやりながら改善していけばいいんちゃうかっていう、はい、だから正直俺はもうあの何も変える必要ないと思う、うん、正直ね。でなんかその過去のダメだったこととか反省点を生かしながら、うん、なんかベースは変えずに対策していくのが一番いい気がしますよね、うんうん、俺はそれでいいと思うね、うん、言っときゃいいね、うん、俺はもう石原慎太郎さんを、はい、崇拝してんねん。そうなんですか、うん、だから言ったっていいね、はい、黙れっつってああ都知事のね、うん、はいはい、黙れって言って、ね、黙れって言ってやればいいんだっつってなるほど。仮によ、はい、仮にもし入れるんだったら、うん、そのね、猛暑対策なんだったら、はい、夏だけすればいいんだよ、うん、夏だけ7回にして、うん、で別に選抜とか神宮大会は別に9回でいいよ、うん、はい、ね、でそういう風にしとけば何の問題なくもういけるから、うん、まあ、やるんだったらそれちゃうかって。まあでもファンとしては夏の大会もやっぱ9回あってこそっていうイメージがあるので、うん、もうなんかもしやるんだったら決勝とかやっぱ準決勝とかベスト8とかは9回にしてほしいなと思っちゃう。でもそのチーム作りが難しいからね、そのベンチ入りメンバーとかも変わってくるし、ね、そうですよね、で打順とかも変わってくるからね。そしたらベンチ入りメンバーも人数グッて減るかもしれないですよね、7回とかにしたら。まあ減りはしないけど使われないだけだよ。あ、そっか、入ってるけど使われないのか、うん、そう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 、うん、あとコメント来てたよ、はい、ラグビーは全部花園ですって、はい、1,2,3 あるんでって言って、はい、神宮第二みたいなもんやな、はい、それもそもそも神宮じゃないきね、うん、俺らの認識だと。そう、花園第一第二でしたね。そうそうそう、メインのね、だから、はい、ウィンブルドンみたいなもんだよね。うん、メインもあって、はい、ウィンブルドンだけどメインもあって、うん、センターコートもあって、はい、サブコートもある、うん、みたいなもんだったな、はい、うん、でももうそんなのただ上げ足取ってるだけで、うん、言ってる意味一緒だから、はい、まあ、まさかね、うん、メディアで、うん、サッカーの解説者の人が、はい、多分甲子園の批判は多分してないと俺は思うね、はい、でもしてたら、うん、俺は言いたい、はい、言いたいことが一つあります、はいはい、まだして、まあ、今のところ 見えてはない、してないですね多分ね、うんうん、はい、でもなんかちらほらなんか SNS ではなんかあるんだけど俺は見てないから直接、はい、うん、してないと思う、はい、してたらびっくり、うん、逆にそれなんでかっていうと、はい、今ちょうど
インターハイが行われてるんで、はい、で今年からサッカーは、はい、あの男子は福島の J ビレッジ、うん、で女子は北海道で行われて、うん、暑さ対策してやってるんだ、うん、まあ、それはいいでしょう、はい、気温もそんなに高くなかったらしくて、はい、まあ、いい感じでできたらしいんだよ、うん、今年はね、はい、20年後もどうするんやってこの話あるんだけど、はい、なったらね、うん、どんどん上行くんかと、はい、でも J ビレッジありませんよってはあるんだけど、うん、まあ、そんな話しても仕方ないからね、はい、でもよ7月27日に開幕したんだよ、はい、総体ね、うん、で優勝したのがあの埼玉の昌平高校なの、うん、埼玉昌平、はい、7月27日、うん、朝9時半キックオフ、はい、香川の尽誠学園に2対1で勝ちました、はい、7月27日、はい、ね、で続いて2回戦、うん、7月28日、うん、9時半から昌平高校は、はい、帝京朝霞、うん、福島の、はい、9時半から、うん、4対0、はい、2試合目、はい、3回戦1日明けて、うん、7月30日、うん、12時から一番超暑い時に、はい、福大若葉、うん、福岡の2対0で勝つ、うん、で続いて7月31日、うん、青森、昌平高校は桐光学園に PK12 時15分試合開始、うん、で準決勝8月2日、うん、12時12分から帝京長岡と2対1昌平高校、はい、で決勝、翌日の8月3日、うん、神村学園3対2おえごくない、はい、結構詰まってますね。27、28、29、30、うん、31、1、2、3、うん、8日間で1、2、3、4、5、6試合すごー8日間で6試合やで、で、うん、サッカーは、はい、FIFA の基準としては、うん、48時間は空けましょうっていう規約みたいな方があるのね、うんうん、24時間後キックオフしてくる、はい、だから48時間後ってことは要はあの中1日だね、うん、最低でも、うん、でも8日間で6試合です、はい、すごいですね。それは、はい、俺多分サッカーのコメンテーターの人、うん、多分甲子園問題言ってないと思うね、はい、こんなことしてんのに、はい、これ言わなきゃいけないじゃん、うん、まずすごいですね。その、うん、俺がいきなり甲子園棚に上げてよ、うん、まあ、棚に上げてっていうか、はい、俺は別に今のままでいいっていうスタイルなわけ、うんうんうん、そうですね。うん、だから、はい、サッカーのコメンテーターの人も、うん、これでいいっていうスタイルなのかな。俺はもう声をあれ何の批判も恐れずに、うん、これでいいって言ってね、はい、対策していけばいいやんって、うん、サッカーは FIFA の規約には乗っ取ってないけど、はい、8日間で6試合、うん、このクソ暑い中で、はい、いくら福島って言っても夏です、うん、はい、いいんですかっていう、うん、まさかこれはこれ言ってるよねサッカー界では問題になってるよね。これサッカー界では問題にならへんのかな。でもこうやって行われてるっていうことが、うん、あんまり認識なかった。それ言わへんねん、うん、もう甲子園ばっかり言うねん、はい、でインターハイのこととか誰も言わへんねん、うん、だから俺はそれはどうなんって言ってんねん。だから俺はビジネス批判ちゃうかっていう、うん、これもだから、ね、俺がもし部外者だったら、はい、ね、俺がもしサッカーだったら、うん、いやサッカーもこういう問題あるんですよ、はい、だからもうその高校スポーツ全体を考えていかなきゃいけませんよねって言わなきゃいけないよね、うんうん、そうですね、うん、だから多分甲子園だけのことを言ってることはないと思うね、うん、多分言ってないんじゃないですか多分ね、うんうんうん、言ってたらびっくりだ、うん、言ってたら結構びっくりします、ね、それはこれどうすんねんっていう話や、うん、ね、はい、8試合8、8日で6試合で、うん、であとはあのね、あの甲子園のことを言うコメンテーターの皆さんに教えてあげたいんだけども、はいはい、昨年はね、うん、北海道で、はい、昨年まだ今年行われてばっかりだから、はい、途中だからまだ結果が出てないんだよ、うん、昨年ね、北海道涼しいやろと見せかけて、うん、7月22日から8月21日にかけて行われたのね、はい、その中でもあの35度以上があった時もあったわけよ、うんうん、30競技と、うん、30競技に選手とスタッフ計3万5000人が参加して、うん、延べ40万人の観客を訪れたと、うん、で大会期間中選手や観客102人が熱中症の症状で訴えられると、うん、でしか陸上競技では最多の20人で続いてボートが10人、うん、で、屋内競技でもバレーボールとフェンシングで5人が熱中症を訴えて、うん、救急車で搬送へで、おととしは四国総体だったらしい、はい、で四国総体は119人、うん、で死亡事例はないと、うん、知らんかったやろ。知らなかったです。言えへんね、うん、誰も、はい、甲子園ばっかり言って。え、結局甲子園ってじゃあ去年とかでこうやって救急搬送とかって、うん、ないよ。そうね、だからその、 あのアイスブレイクの時にちょっと やり方間違っちゃって、うん、なんか足つったとかね、うん、そういうのはあったけど、うん、でも3日目以降からは各高校が
そのアイスブレイクのやり方の対応をちゃんと考えて、うん、いきなり始まったからね、はい、それはお前涼しいになるよな、うん、うわー涼しいになりますよねでそれを考えて、はい、それからそんな出てないよな、うん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 、って思ったら、うん、対策ってまあ比較的できてきてる方なんじゃないんですか。いや俺はできてきてる方やと思うね、うんうん、でもやん騒ぐねん。だからもう、はい、セミやな、セミみたいなもんやな、夏に鳴くと鳴くみたいな、うん、でもまあアルプススタンドも銀の傘やっとできるからね、うん、でも2030年ぐらいらしい、うん、できるのが、まあ、そんな簡単じゃないからね、うん、時間かかる。でしかもね、今年ね4月26日から8月20日まで、はい、北九州インターハイ始まってんね、うん、気温見たら、全て行われる、県36度、うん、いいんですかっていうそうですね、相当ですねいややってますけど、うん、やってますけど、いろんなフリーライターコメンテーターの人、うん、いいんですかっていう、こっちは対策しなくていいんですかと、うん、てか発言しなくて大丈夫ですかっていう、うん、だって、うん、国の行事やで。でもやっぱあんまりこうバーンっていうニュースにならないから言わへんねん、わかんないですね。やっぱ甲子園が金になんねやろな、うん、でしかも、コメントのあった、うん、佐々木さん高校野球じゃないですって、うんうん、公式野球部だけなんです、軟式とか女子野球とか熱いなんかやってんのに誰も言わないんですって、はい、もしかしたらその高校野球の公式野球部のこの甲子園の大会とかは、うん、まあだからこうこれだけ言われてるから対策ってしてきてるじゃないです か、うん、かもしかしたら他の競技とか他の大会よりめちゃくちゃいい環境の可能性はあるんですよ、ね、めっちゃいいよ。だってまあ、うん、多分よ、はい、ホッケーとか、うん、ベンチ屋根あるだけじゃん、あの公園のはい、そんな冷風機とか、まあ、多分つけてるだろうけどね、今は、はい、甲子園並みじゃないと思うよね、うん、ソフトテニスとか地獄やで、はい、ベンチ座らへんからな、うん、テニス会場とか、うん、何も言えへん、へそう俺言いたいね、うん、それを、うん、コメンテーターの皆さんとフリーライター記者の皆さんは、うん、どう思ってんのか聞きたいね。そうですね、うん、それは OK、 OK な、そもそも OK なのか、うんねうん、ダメやと思ってるけど、はい、国がやってることだから言ったら怖いから言わないのか、うん、仕事に影響するから言えないのか、うん、聞きたいね。そうですね、うん、他の大会のことも全部ひっくるめて言ってほしいですね。そうそうそう、うん、高校スポーツの全部が問題あると、うんね、甲子園にはここ問題ある、はいね、インターハイのサッカーにはここ問題ある、うんね、でインターハイの他の競技にはここ問題ある、うん、こういうのも全部やっていかなきゃいけないという、はい、全部ひとくくりだろうっていうね、うん、それだったらまだ俺は納得いくね、はい、でももう、うん狙いすまして、もうアーチェリーで言うとど真ん中狙いすましてそこしか見えそこしか狙わないんですみたいな、うん、俺なんかアドバイザーみたいにしてくれたらいいよね。だから俺全部聞くから、はい、甲子園これだけ対策してやってますけれども、ちなみにインターハイのサッカーとかは8日で6試合とか真っ昼間にやってるんですけど、うん、それについてどうあなたの社の意見聞きたいんですけどって、うん、石原慎太郎さんばりに来たの都知事の会見で、うん、君の見解を聞いてんだよちょっと、はい、俺めっちゃ見てるから YouTube って。あ、そうなんですか。あとね、うん、プロ野球解説者の人立ち上がれって言いたいよね、うん、言えっちって、はい、今度積極で入り発言してるの俺だけで、うん、そもそもな甲子園に関して話してる人あんまいないじゃないですか。いやいやだからこんなに言われてんのに、うん、言えばいいのにな、うん、自分たちの意見、俺なんて甲子園出てないんだよ。そうですね。でも、まあうん、俺の甥っ子が軟式野球、うん、草野球やってんね、はい、草野球やって、うん、なんかの大会に優勝して徳島県の代表になったらしいよね、うん、でそしたら甲子園でできるっつって、はい、喜んで行ってたで、おっさんも喜んで甲子園行くねんで、はい、でマスターリーグあれや、マスターズリーグ、はい、マスター甲子園、うん、なんかその OB の人がその学校のユニフォーム着て、はい、みたいな、うん、で鳴門工業も今年多分出んねん。へえ、今やってますかね。で、俺に来てくれって言うんだけど、うん、絶対行かへんって言うね、はい、俺は別にもうそんな甲子園とか、はい、そんなありがたく思ってない、まあ、思う存分プレーしましたからね。そんなもうなんか特別感も、もう今はね、はい、ないわけだから、うん、いや俺は行かないって言ってんねん、はい、でもうそうやってみんな喜んで甲子園行くわけや、うん、って言うねん、なんか、なんか宗教化されてるみたいな、うん、こんなんもう10年ぐらい甲子園使わなかったら、はい、うん、みんなそれで納得して何も思わないようになってくるんやって言うねんけど、うん、俺はもうそういう人たち言いたいね、うん、
あのそれだったらもう政治で高年齢者切り捨てよって言って、うん、もう政策その人たちのやつもうしなくていいやって言って、はい、それだったらもう若い人に全部政策振ろうって言ってるのと一緒やで、はい、うん、逆に言うと全部年寄り政策振ろうと、はい、その若いやつ、うん、どうせ20年30年したらこの政策受けれるようになるんやから、うん、それまで頑張らしとけんやんけら、うん、言ってるのと、はい、一緒や、うん、じゃあその10年間いる人たちの気持ちとかやりたいことは全員切り捨てんねんな、うん、すごい発想やなっていう。そうですね、あそういう認識で、うん、それで自分がもし、うん、ババ引くことになったとしても、うん、いや切り替え時期やから仕方ないって思うやろな、うん、でもそういうやつを絶対思わへんやろな、うん、いや一緒やんだから政治でもね、はい、結局はいやもうそんな高年者切り捨てますと、うん、ね、あの次世代に向けて、うん、あのもう今まではそれが当たり前だったかもしれないけども、うん、高年者の保険料は5割にしますとか、はい、言ってんのと一緒やんな。そんなことなんないよ、なんないけど言ってんのと一緒やん、うん、今のそこで今の人たちの気持ちは切り捨てて未来に向けて、うん、あの改善していくから、そんなもう10年ぐらいのやつは我慢しろって言ってんのと一緒やから、うんうん、それ広いですね、同じ人間ですからね、うん、えぐいやろ、うん、甲子園が政治化されてドラマを生む理由、はい、なぜ高校サッカーラグビー、はい、バレーなど、うん、バスケットなどがそこまで政治化されないで、はい、そこまで国民にめちゃくちゃ浸透していかないのかって、はい、大きい理由はなぜ甲子園があんなドラマを生むのかって、やっぱメディアの取り上げ方最大の要因は、はい、野球だけがこの日、うん、この時間1試合しかしてない、ね、あバレー、バスケ、サッカー、はい、ラグビーは、うん、今日この日、うん、この時間、うん、めっちゃ試合やってんねん、あ複数に。だからさっきのインターハイでも、はい、同時刻にいろんな会場で複数試合やってるわけよ、うん、そうですね、ってなった時に、うん、ね、高校野球大好きな人とか野球大好きな人、はい、ね、甲子園だけが大好きな人が、うん、全チーム、うん、全選手、はい、全試合見れんねん、家で47都道府県どこに住んでても、確かに、もうだからもう全部追いかけれんねん、はい、で見ながら、うん、ね、好きな人はスコアブックつけて、うん、ではこの選手いいんちゃうかとか、うん、もうねスカウトみたいになってね、うんうん、ってなってやっていくわけよ、はい、それがね、高校サッカーでいうと、うん、俺が徳島に住んでる時は、はい、徳島県代表の試合しか1、2回戦、3回戦見られへんねん、はい、他の試合たまにやってるかなみたいな、うん、だから全試合見れないから、はい、なんかこの大会この選手有名選手ですよとか、うん、有名高校ですよとか出ても、はい、知らない間に負けてんの、うん、全国放送全試合ないから、はい、だから追いかけにくくない、うん、ネットで見れたとしても同時刻同時間複数試合やってるから、はい、甲子園みたいに同時刻同時間1試合だけってないの、うん、で全大会見れるわけや、はい、これが多分甲子園のドラマやね、まあ、だって甲子園球場で一つしかないので、うん、全試合をそこでやりますだったら、うん、もうどうやっても1試合しかできないですからね、そうそうそう、コートが2つあるとできないですからね、うん、多分それがドラマを生みやすいんやと思う、うん、あ、そうですね、結局だってもう106回やで夏の甲子園、うん、甲子園できて100年やで、はい、甲子園できる前から始まって、うん、で歴史が違うねんて、はい、結局宗教や何とかやって言うけど、はい、歴史が違うねん、はい、柔道 の、うん、あの全国大会、うん、武道館でやれへんかったらもう終わりやで、うん、の柔道なのにみたいな、あと講道館とかでやれへんかったら終わりやろ、うん、そこが聖地やろ、うん、柔道もね、はい、相撲で言ったら両国国技館やろ、うん、まあ、昔は蔵前だったけどね、はい、移転することによって両国国技館になってるわけや、うん、ね、各種目あると思うよ、うん、聖地はね、まあそうですよね、うん、それをそこに行きたいがためにとかそれを目指して甲子園に行くんだっていうのを目指してやってきてる子たちが多いわけですからね、うんうん、しかも歴史が違うからね、うん、そもそもね、はい、その歴史背景の中と同日1試合しかないっていうところが、うん、多分聖地化されてドラマを生みやすくて、うん、全員が追っかけられるっていうのが、うん、他の高校スポーツと一番違うところじゃないのかなと、そうかもしれないですね、うんうん、っていうところが第2弾です、はい、皆さん、いや、まあ、甲子園はもう変えなくていいと思います、いいね、だから俺はもう、うん、あの会長をオブザーバーぐらいにしてくれたら、はい、うん、まあ、言うから、うん、やって、やることやってんねん、黙れっつってこれ聞いて7回制にでもした方がいいっていう人いるんですかね、他の競技とかを見て甲子園ってそこそこ対策されてて、うん、うん、7回にする必要なんて何にもないよって今もうちょっと思ってますよね、7回にするって言ってる方が批判されなくていい、や、楽なんだよ、賛成って感じでですか、うん、うん、俺はもうあの変えなくていいって、うん、変えなくていい気がします、だからこうやるの皆さんいつも連絡をお持ちしてますから、はい、僕は記者会見で言いますから、
帰るんで、ちょっと黙れそれ面白いですけどね。どの立場ですか、うん、さんはこの立場や、ちょっと、はい、BPO や、ちょっと BPO おせっかいしてんねん、ちょっと NPO じゃないですよね。あ、そう、NBO や、NBO、日本ベースボールおせっかい会長ですもんね。会長だから、はい、俺その権限で、はい、公式ですかって言われたら、非公式やっちゃって自称何やっちゃって見てみたいですけどということで、皆さんご意見お待ちしてます、はい。